ふじみキリンさんぬいぐるみはどんぐらいの大きさなん？あ、ねえ、グリーンバッグに入りきらないぐらいでかいんですよね。頭だけなら入ると思うんだけど。びっくりするぐらいでかいと思う。成人男性の家に置いてあるぬいぐるみとしては、もう違和感があるほどのでかさ持ってるね。ちなみに親に買ってもらったんですね。お恥ずかしながら。親にでっかいぬいぐるみを買ってもらった年齢聞きたいか？ 17 の時に買ってもらったんですよ。これ欲しいっつって。ちょっと、なんかずれてるよなって自分でも思ったんだけど。これめちゃくちゃ俺の中で恥ずかしい思い出かな。あのさ、ちょっとこれ話すの迷ったんだけどさ。俺さ、キリンが幸運の象徴って聞いたんだ。それ友人からまあ聞いたんですよね。友人パチンコやる人でさ、どうやら、なんか、パチンコで、キリンが出ると、なんかすごいらしいんですよね。だから、それを思って、話のネタにしてきたらしくて、だんだんと、そいつが、パチンコやる人だって浮き彫りになってきて、ふと、激アツキリン柄みたいな話をし始めて、これって多分っていう、真に受けた結果なんですね。間接的ではあるけれども、パチンコに関係あるから、胸を張っていいって言えないんですよね。でも可愛かったからいいんですよね。めちゃくちゃ、本当にね、疲弊した時には、いてくれてありがとうっていう気持ちで、そう置いといてる。君たちってさ、ぬいぐるみに名前つける派？一人だけついてた。なんで一人だけ、好きだから。キリンだけつけたよ。名前恥ずかしいから言わないけど。まあ、ご飯も添えて、で、最後に、こっちですね。でかいかな。ステゴサウルスが目に見えんすね。そう、買ったんすよ、ステゴサウルス。なんで今回はね、ステゴサウルスと一緒に朝ごはん食べたいと思います。よろしくお願いします。出しっぱでいいかな？出しっぱがいい？この辺に置いとく？この辺置いとこっか。噛みつかれそう。いや、そんな言うて噛みつかれることもない。でかい、でかい、でかい。存在感がでかい。はい、ちょっと下がってもらって。はい。